日本栃木県芳賀郡芳賀町そぼいそぼいは栃木県芳賀郡芳賀町の地名。芳賀町役場が所在し、町の行政の中心地である。郵便番号は321-3304。芳賀町東部の一区域。西に流れる五行川の左岸にあたり、一帯は五行川の氾濫によってできた、中石地帯である。主要地方道もうかなすからすやませんと主要地方道。 宇都宮茂木線ほか多くの県道が交差する交通の要衝であり、2014年の宇都宮、刺激線羽賀市海バイパス全線開通により、東西方向のアクセスが大きく変化した。大技としての素ぼの区域は南北に長く、羽賀町の南東部で、市会町の区域に食い込む形状になっているエリアも、素ぼにあたる。北で法子戸、東で稲毛殿、一会場上根。 南で、市会長、たたら、赤羽、西で下延生、上、延生と接する。2014年現在、旧来の市街地である、主要地方道をもうかなすからす山線沿いの西側には、区画整理による新しい市街地が造成されている。祖母井の名は、室町時代より、東幕壁軍の地名として見られる。戦国期には、祖母井ぎが築城をされ、法事合戦より、 宇都宮市に従った、大須賀島の一端を構成する、祖母石の本拠となった。江戸期には、祖母井村は、下津大田原藩領となる。祖母が井村と書かれることもあった。この頃より、宇都宮、水戸を結ぶ街道ともうか、高根沢を結ぶ街道が交わる、交通の要衝であったことから、宿が形成されていた。1889年には、町村政志向により、 祖母井村は、祖母井村の大技となった。この付近で、水の聖地とされていた、バーガチに由来するものと考えられている。小動商人誕生時にこの池の水が産湯に使われたという伝承がある。また、エミスイーンがこの地で読んだということから、石踏みが残されている。2015年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。芳賀町内に、 鉄道は通過していない。そぼいの旧市街地を通過する主要地方道をもうかなすからすやま線そぼい駅、停留所羽賀町内には東の交通及び JR バス関東が乗り入れているが、そのうちそぼいには JR バスが乗り入れている。そぼ精神社の資金にあるそぼい交差点のすぐ西にそぼい停留所があり、三者共通バスカード導入までは、 ソボ駅として JR バスの窓口機能を有していた。2013年4月の JR バスダイヤ改正により、ソボイ州発終着の便は発着停留所が、ソボ駅の約350メートル西の羽賀温泉ロマンの湯に変更となり、通過本数も減便となったことでソボ駅のバスターミナルとしての地位は大きく低下した。しかし2015年12月改正で、 羽賀温泉ロマンの湯発着はすべてソボ井の先にある、羽賀町役場まで延長され、ソボ井を通過する本数はほぼ従前に戻った。ソボ井からは、宇都宮駅、東部宇都宮駅方面及び、モテ駅方面の便が発着する。宇都宮方面は、道場や土経由便と、清原台経由便がある。かつては水橋経由の便も運転されていたが2013年4月の、 ダイヤ改正で廃止となり、これにより、そぼいから町内、水橋地区へのバス路線がなくなった。さらに以前は、そぼい駅を経由しない上野原、市原駅経由便が存在したが、これも現在の運行はない。はが町役場。ありがとうございます。